はい、じゃあ続きやっていきまーす。次は、グッドウッド。はい。ターン1、マジウィックは50メートルマーカーボード手前からブレーキング。インガーの遠赤に向かって緩やかに寄せましょう。インをキープして旋回し、コーナー終盤にある路面の低く見ずにアクセルアップで加速していきます。あと側は路面の傾きでアンダーステアが出やすいので注意しましょう。マジウィック、マジウィックだしって。なんかギャルがいそうな。はい。車はグループ4。あー、今のブレーキいらなかったな。なんだこれ、なんだこれは。ぐちゃぐちゃだぞ。こんなんでクリアできんのか。はい、クリアできちゃった。まあ、いっか。ぐちゃぐちゃだったけど、いっか。はい。ターン2、フォードクォーターを道幅いっぱいまでクリアしたら、コース左側をキープします。ターン3は左側9番のマーシャルポストの手前から減速して、パーシャルスロットルで旋回、ミドルラインで立ち上がります。ステアリングを戻しながら再びブレーキングし、ターン4、セントメリーズに進入します。インガーの遠赤に沿ってコーナリングしましょう。守りコーナーの先にはターン5、ラブワンコーナーが待ち構えています。左奥のストローバリアに向かうように車を左に寄せつつブレーキング開始し、50メートルマーカーボードを目安にターンイン。インガーの遠赤の後半にエイペックスを取って加速していきます。アウト側は路面の傾き、アンダーステアが出やすいので注意しましょう。ほい。やりまーす。道幅いっぱいでクリアする。で、なんだっけ？アンダーステアが出やすいから注意しましょう。こう上がって上がって、はい、こんなんでいいのかな。良くない気がする。ああ、ダメだった。まあ適当だった、適当だったわ。で、はい、で、クリアしたら、はい、はい、で、ここも一発で決める。ブレーキングと、まだ道幅使えてねえな、いっぱいまで。はい、まあとりあえずゴールドタイム。オッケー、はい。ターン6、グッドコートは左の付けに目安にブレーキング開始、コーナー中盤でアウト側に寄せるように減速します。ブレーキを緩めながらコーナー出口へ向きを変えていき、インガーの遠赤にエイペックスを取って立ち上がりましょう。最後の試験は左側21番のマーシャルポストを目安にブレーキング開始し、減速しながら左のバリアに向かって直線的に進入します。切り返したら左のバリア中盤でエイペックスにつけアクセルを開けて脱出しましょう。はい、おい、スタートで、まずはなんかきついコーナーがあったはず、うん、あー、滑る、曲がって、で、ここの試験がきつかった。惜しい。よーし、まあまずまずって感じかな。はい、ちょっとタイム余裕ないけどクリア。はい、最後ワンラップアタックやっていきましょう。ここは、はい、あー、早速学んだこと忘れてるわ。で、通過して、で、ここは道幅いっぱいまで使ってクリアして、で、ここはなんだっけ、アンダーを出さないように注意するとか、なんとか、ダメだな。あー、滑る滑る、
はい、よーしよしよし。で、次きついコーナー当たったはず。ここは目印は特にないか。はい、なんだこのコーナーリングは。で、曲がって曲がって、おーし、OK、はい、ゴール。あんまし良くねえな、この走り方は。おい、まあ最初ストレート行って、1コーナー、おう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 、でクイックイって曲がっちゃって、ここは道幅いっぱいでクリアしてのブレーキング。なんかくねくねクリップになっちゃってるんだよな。一発で決めたいよこういうところは。ブレーキングしてちょっと滑っちゃって、まあ、まあ通過していきますと。で、ここは、おおいおいおい、ブレーキング、なんかなうまくいってねえな。でラスト試験、おー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 、でまあゴールしました。あとあんまりビシッて決まんない走りだったね。はい。はい。じゃあ、プレゼントか。なんだろうなぁ。なんかこの古そうな車がいいなぁ。はい、スイスポー。スイスポーも2代目。2代目だった気がする。いただきまーす。はい。はーい。プレゼントがあって偏るのかな、どうしても。はーい。